はい、ガジェットウェアをご覧の皆さんこんにちは、日経デザイン編集長の丸尾博史です。今回はですね、本誌日経デザインの2016年9月号についてご紹介したいと思います。この特集ではですね、スターバックスを取り上げております。創業してた日本に上陸してから20周年が経つ同社なんですけれども、未だに拡大をしているその秘密というものを、おもてなしという点から迫っていました。デザインにもですね、様々な、要素があるんですけれども、今回取り上げているのは人というところのデザインです。お店の人のスタッフですね、そういったそのおもてなしというものがどのようにしてできているのか、それをですね、スタッフの教育というところから迫っています。例えば、皆さんスターバックスに行くと、よく見るのがですね、こういったその手書きのブラックボード、黒板だと思います。その本日のおすすめの商品だったり、今売り出し中の、商品、そういったものをですね、いろんな、店舗のあらゆるところで書いていると思うんですが、これ実はみんな、アルバイトの方々が書いているものです。で、同社ではですね、そのアルバイトの、店員の、教育をですね、非常に力を入れていまして、中でもそのこういった、黒板に書くのが上手なスタッフをですね、全国で17人画伯という称号を与えてですね、様々な、奨励制度だったり、そういったことをやりながらですね、人を育てているというのがあります。この画伯というのはもともとアルバイトで、非常にこういった絵を描くのがうまい方々をですね、コンテストだったりコンクールとかだったり、そういうものを催しながら、選抜して、で、その選抜されたメンバーというのは他のお店に教育に行ったりとか、あと、ウェブを通じてですね、自分のその描いている手法をこう公開したりとか、そういう形で、そのノウハウを共有していくということをやっています。非常にそのアルバイトなんですけども、さまざまな施策を用いることでですね、そのアルバイトの方々の、モチベーションというのを上げながら、こういうふうにしてですね、アルバイトの方々のその特性を生かした、働き方をしてもらっているというところが非常に面白いのではないかなと思っています。このようにですね、同社のその人の教育方法というのは非常に面白い点が多くありましてですね、そういったところを日経デザイン本誌ではですね、もっと詳しく書いてありますので、ぜひご興味のある方はご覧になってみてください。